共通外交、安全保障政策とは、主に安全保障や防衛に関する外交交渉や活動について、加盟国間で合意された欧州連合の組織的外交政策。共通外交、安全保障政策は、通商政策や、第三国などに対する援助協力などの分野がある。欧州連合の対外関係の中でも、特定の分野のみを扱うものである。共通外交、 安全保障政策に関する決定は、欧州連合理事会において、全加盟国の意見の一致を要することになっているが、合意があれば、特定の案件について条件付き多数決での決定ができる。共通外交、安全保障政策を担うのは、欧州連合外務、安全保障政策上級代表である。共通外交、安全保障政策では、北、大西洋条約機構が、 ヨーロッパの地域的防衛や平和維持を担うものとしているが、1999年からは欧州連合が行為文書による平和維持や治安維持といった行動を実施している。共通外交、安全保障政策は1993年発行の欧州連合条約で導入された三つの柱構造の二本目の柱とされてきたが、2009年に発行したリスボン条約によって、 欧州連合の政策分野を分けてきた三つの柱構造は廃止された。欧州連合の歴史も参照欧州連合の三つの柱構造共通商業政策における国際的な貿易協議での協力は1958年の欧州経済共同体の発足まで遡る。共通外交、安全保障政策自体はその期限を1970年に導入された欧州政治協力に持つ。 欧州政治協力は加盟国間における外交政策案件に関する非公式な協議であり、その目的は外交政策案件に対する姿勢を共有することや、欧州諸共同体自身と国際社会全体の利益を導くことである。欧州政治協力には国際協力や人権、民主主義、法の支配の尊重を促進といったことも含まれる。ユーゴスラビア紛争などでは、 欧州政治協力の弱点が露見し、そのため欧州連合としての外交政策の強化が求められるようになった。その結果、外交政策は欧州連合条約によって強化されることとなった。既存の超国家的機関である欧州経済共同体は3つの柱の一つとなり、そこに新たに2本の柱が加えられた。2本目の柱である共通外交安全保障政策は、 政府間主義を原則としており、これはつまり、欧州連合理事会におけるすべての加盟国の賛同を要し、他の機関による関与が極めて限られるということであった。アムステルダム条約では、共通外交、安全保障政策上級代表職が創設され、欧州連合の外交政策の調整と代表に当たった。リスボン条約が2009年12月に発行し、これによって、 欧州連合の三つの柱構造は廃止され、これにより柱の一つとしての共通外交、安全保障政策も廃止された。しかしながら、欧州連合の外交政策のさらなる一致と一貫性を確保しようと、リスボン条約では外務、安全保障政策上級代表職が創設され、これはすなわち、共通外交、安全保障政策上級代表職と、 欧州委員会の対外関係、欧州近隣政策担当委員職が統合されるというものである。外務安全保障政策上級代表はやはりリスボン条約で設置される欧州対外行動局を率いることになっている。欧州連合条約第21条第2項では欧州連合は共通の政策や行動を策定、追求し、国際関係に関するあらゆる分野において、 高度な協力のために機能するとしており、その目的を以下のように列挙している。欧州理事会は共通外交、安全保障政策の原則や一般的指針及び欧州連合によって実行されるべき共通の戦略を策定する。これらの指針に基づいて欧州連合理事会は共同行動や共通の立場を採択する。共同行動は 欧州連合による活動が必要である。特定の状況に対処するもので、欧州連合の行動可能な対象、範囲や手段を定めるものである。この共同行動は加盟国に委ねられる。共通の立場は、欧州連合が地理的、主題的性質を持つ、特定の案件で取る態度を定め、理論上は加盟国の国内政策が適合していなければならない、一般指針を策定するものである。 上級代表、キャサリン・アシュトンは、欧州連合の外交政策の代表者である。上級代表は、欧州理事会議長と共に、合意された外交政策案件において、欧州連合を代表し、加盟国間の不一致のために生じた曖昧な政治的立場をまとめる役職である。共通外交、安全保障政策に関しては、全ての加盟国の意見の一致を要する。共通外交。 安全保障政策における意見の不一致は、イラク戦争をめぐる対応などからも明らかなように、稀に起こることではない。上級代表はまた、欧州連合の特別代表の任務を調整する。リスボン条約の発行により、上級代表は、欧州連合理事会の事務総長職との兼務が廃止された。上級代表は、欧州防衛機関、西欧同盟の長も務め、 共通安全保障防衛政策においても共通外交安全保障政策と同様の懸能を実施する。2009年12月1日にキャサリン・アシュトンが1999年から務めて北ハビエル・ソラナの公認として上級代表に就いた共通外交安全保障政策に関しては複数の機関が存在する。欧州連合理事会においては加盟国の外相らによる 外務理事会がある。政治安全保障委員会は、共通外交、安全保障政策が対象とする分野関して、国際情勢を監視し、理事会に対して意見を述べる。また、政治安全保障委員会は合意された政策の実行状況を監視する。欧州防衛機関は、防衛能力の向上、軍事研究、軍事技術に関するヨーロッパ域内市場の設立を、 奨励する。西欧同盟から継承した欧州連合安全保障研究所と欧州連合衛生センターはそれぞれ安全保障、防衛政策の研究や衛生からの画像収集を行っている。詳細は共通安全保障防衛政策及び欧州連合の軍事を参照1999年にケルンで行われた欧州理事会の会合以降、共通安全保障防衛政策は 共通外交、安全保障政策において重要な位置を占めるようになった。欧州連合自体は軍事力が限定されており、加盟国が自らの領域防衛を担っている。また欧州連合加盟国の多数が北大西洋条約機構の加盟国でもあり、北大西洋条約機構がヨーロッパの防衛を担っている。西欧同盟は欧州連合に関連するヨーロッパの 安全保障機関である。1992年に、西欧同盟と欧州連合の関係が定められ、この時欧州連合は、西欧同盟の使命として、ペータースベルクタスクを定めた。ペータースベルクタスクは後に、アムステルダム条約によって、欧州連合に関され、共通外交、安全保障政策と、共通安全保障防衛政策の一部を形成するようになった。西欧同盟の要素は、 欧州連合の共通外交、安全保障政策に一本化され、西欧同盟の長は、欧州連合外務安全保障、防衛政策上級代表が兼務している。1999年のコソボ紛争を受けて、欧州理事会は、北、大西洋条約機構の活動に影響を及ぼさない、限りで国際的な危機に対応するために、欧州連合は、確かな軍事力、 その軍事力を行使することを決める手段、それらを実際に行う準備を背景として、自主的な行動ができる能力を持たなければならない、ということで合意した。そのために、欧州連合の軍事的能力を向上するために、ヘルシンキ目標などの様々な取り組みがなされた。多くの議論が重ねられた結果、およそ1500人の部隊による欧州連合戦闘軍を直ちに展開することができるようになった。 欧州連合の部隊はアフリカからバルカン諸国、中東に至るまでに派遣され、平和維持活動を展開している。また欧州連合の軍事活動は、欧州防衛機関、欧州連合衛生センター、欧州連合軍事爆料部などの多くの組織が当たっている。詳細は、政治安全保障委員会を参照政治安全保障委員会は2000年に暫定的な組織として設立され、 ニーズでの欧州理事会の総括では、欧州安全保障防衛政策と共通外交、安全保障政策の用途された。政治、安全保障委員会は、総務、対外関係理事会に対して意見を表明し、欧州連合の危機管理行動に対する政治的統制と戦略的指揮を行う。委員会は常設となり、加盟国の高官、大使級の代表者で構成され、 少なくとも週に2度ブルッセルで会合を開いている。委員会の議長役は当期の欧州連合理事会議長国の代表が務めている。欧州委員会委員長は第3回先進国首脳会議からオブザーバとして出席している。欧州委員会はその外交、安全保障政策に加えて国際組織においてより大きな代表権を有している。国際組織における代表は 欧州委員会の対外関係担当委員が共通外交安全保障政策上級代表と共に務めていたが2009年12月からは欧州委員会副委員長を兼務する外務安全保障政策上級代表に一本化されている国際連合では欧州連合は多大な貢献があることから人道支援などの分野において影響力を持っているまた主要国首脳会議では 欧州委員会委員長と欧州理事会議長が出席しており、世界貿易機関には欧州委員会の通商担当委員が欧州連合の代表となっている。欧州連合の影響力は連合の拡大においても見ることができる。欧州連合に加盟することによる潜在的利益は加盟基準を満たそうとする国において政治や経済での改革の刺激という形で現れ、 また東ヨーロッパの旧共産権諸国の改革や安定化に寄与する要因となっているともされている。また他の国における国内問題に対する影響もソフトパワーとされることが一般的となっている。アメリカ合衆国の中央情報局もザワールド・ファクトブックでは欧州連合が経済的地位の影響力の大きさと一つの国のような特性を持つものとして認識している。 またザワールドファクトブックは2005年版から欧州連合を一つの主体として収録している。欧州委員会人道援助局は欧州連合から途上国に対して人道支援を提供している。2008年における人道援助予算は9億3664万ユーロに上り、そのうち58.9%がアフリカカリブ海、太平洋諸国向けのものであった。 欧州連合自体の支援額と加盟国独自の支援、余額を合算すると欧州連合は世界最大の支援者となっている。欧州連合の支援についてはかつてシンクタンクのオープンヨーロッパから非効率で的外れであり経済的目的につながっているとして批判を受けていた。この他にも一部の支援団体はヨーロッパの各国政府は支援のために使う金額を 不適切に水増ししているとし、中には債務免除や留学生、難民にかかる経費を含めていると主張してきた。水増しを除いた金額を見れば、欧州連合は2006年に内部で設定した支援目標に到達しておらず、欧州連合が2015年までの国際的な目標である国民総生産の0.7%という数値に到達していないことになる。 しかしながらこの目標を達成した国は、ほんのわずかであった。2008年の欧州連合の支援は、国民総生産の0.34%であり、この数値は、アメリカ合衆国や日本よりも高いものである。2007年、人道援助担当委員のルイ・ミシェルは、より迅速に、より効率的に、より人道的に届けられるよう支援を求めた。アイルランドは、 ニース条約を承認する以前にその中立性の維持を確認されていたものの、フィンランドの首相、マッティ・バンハネンは2006年7月5日に、欧州議会において欧州理事会議長として次のように述べている。プフリューガー議員はフィンランドを中立的であるとおっしゃいました。このご発言について議員の考えを訂正させていただきます。フィンランドは欧州連合の一員です。 私たちはかつて鉄のカーテンがヨーロッパを分け隔てていた頃は政治的に中立である国でした。しかし今や私たちは欧州連合の一員で共通の政策、さらには共通の外交政策という価値を持つ共同体の一部なのです。それでもなお、リスボン条約に関連してアイルランドは二千九年六月十八の十九日の欧州連合の会合においてその中立性を 再保障された。欧州理事会はまた、首相が表明したような、税制、生存権、教育、家族に関するアイルランド国民のその他の懸念や、アイルランドの軍事的中立という、伝統的な政策について、必要な法的保障によって、アイルランド及びその他の加盟国の相互満足が得られるよう取り組むことで合意した。ありがとうございます。